皆様こんにちは。今回は Android 版 Google アプリにおけるオートコンプリートについて解説させていただきます。一般的なオートコンプリートは、例えば Google での検索時に検索キーワードの最初の文字や続く文字を入力した際に、過去に検索したキーワードや一般的に検索されているキーワードをもとに入力したキーワードの完成形を予想して先に表示してくれる機能です。これを利用することで素早く検索を行うことができます。そして Android 版 Google アプリにもオートコンプリートが搭載されているのですが、Android 版 Google アプリのオートコンプリートは一般的なオートコンプリートの他に Google Now で表示してくれるニュースにも関連した機能となっています。 Android 版 Google アプリのオートコンプリートのニュース関連機能は、ユーザーの住んでいる地域で話題になっている話題の記事をあなたへのトップニュースとして表示してくれる機能です。つまり Google アプリがユーザーのためになるニュースを表示してくれます。この Android 版 Google アプリのオートコンプリートは設定からオフにすることも可能です。まず Google アプリのメニューから設定を開き、画面を少し下にスクロールしてオートコンプリートをタッチします。オートコンプリートの設定ページに表示される話題の記事の表示のスイッチをオフにします。これであなたへのトップニュースは表示されなくなります。 Google アプリのオートコンプリート機能は今のところ Android 向けの機能です。 iOS では利用することができません。以上、 Android 版 Google アプリにおけるオートコンプリートについての解説でした。